あの人の現在、ウーマンラッシュアワーの現在。ウーマンラッシュアワーはお笑いコンビですが、吉本興業所属で村本大輔さんと中川パラダイスさんの2人で結成されています。人気がありましたが、現在の活動はどうなっているのでしょうか。特に村本大輔さんがピンでも活躍していましたが、最近はテレビ出演もせず消えたと言われています。今回はウーマンラッシュアワーの現在をご紹介していきます。そして2人の現在なんですが、村本さんはアメリカの舞台で活躍するための準備をしています。2021年には本格的なアメリカ移住を計画し、現在はその準備として何度か渡米し、短期のコメディ修行を行っているということです。実際にネタ作りと英語のレッスンにしっかり向き合い、真面目に頑張っているのが現状です。日本でも言いたいことを言うという趣旨は一貫していましたが、それをアメリカでもやろうってことですね。村本さん本人は成功するかどうかもわからないが、気持ちは高ぶっていて、やる気は十分のようです。成功してほしいと思いますけどね。そして一方の相方、中川パラダイスさんですが、仕事は激減すると思うのですが、あまり気にしている様子はありません。村本さんを待つということでもなく、マイペースに仕事をしていくスタンスのようです。確かに村本さんがいつアメリカから帰ってくるなんて分かってもいないわけですからね。それを待ち続けるのは辛いでしょう。というか、そこまで深く考えないのが中川パラダイスっていう人みたいです。そんな二人だからこそ、うまくコンビとして機能しているんでしょうけどね。いつかは村本さんがアメリカから帰ってきて、二人で漫才している姿を見たいと思います。